ささみのごま誰やい。これりゅうちゃんネギのせんの。はい、ほらちゃんと挨拶した。おはようございます。おはめろって丁寧に言ったらこうなるかなって。タコとキュウリの酢の物以上でございます。ちゃんといただきます。したまだ食べてないからじゃあいただきますを丁寧に言って。いただきますが最も丁寧じゃないさあリュウちゃん、ママ渾身のボケをするように振ったよ。さあなんて言う。うわ、お疲れ。お、箸を持った。さあなんて言うんだリュウ太郎は。わ、考えとる。納豆を混ぜるふりして考えとる。なんてボケようかな、なんて突っ込まれるようにしようかなって考えとる。ビールがにやけとる。どんどんハードル上がってくる。時間を伸ばせば伸ばすほど上がってくよ。わ、思いつかへん。思いついたらこの納豆を混ぜ混ぜ止めれるんやけどな。思いつかへんな。さあ、ママ振りしといたからな。いただきます。つまんな。めっちゃ振りすぎる。ってことで今日の企画は一緒に夕ご飯を食べよう。牛姫バージョンカート2 前回もね、君たちの不思議な会話がご好評いただいておりましたので、うん、からシリーズかけてございます。だから前回出た時は中1姫ちゃんと中3リュウジャロの会話やったけど、やっぱリュウちゃんね一歩大人の階段登ったから、中2姫ちゃんと高1リュウちゃんのね、そんな変わらないよやっぱ大人っぽい会話が聞けると思っとる。キテレツな会話じゃなくて、待って開いとくよ。ユニコーン。姫なの。え、じゃあリュウ、あ、姫もないの。姫ちゃんさっき一気飲みしてたよ。姫あれやろ、お兄ちゃんの鬱陶しいちょっかいってさっきみたいなやつやろ。なあマジうざいよな。ユニコーン、ユニコーン。やばいわ。マミ言われてんで。リュウのことっちゃ。ごくろ。暑い、うん、何が暑いの。お肉、お肉というよりご飯。ご飯が熱い、うん、何故。何故、うん、一時だからでもさ納得したか。うん、そっか。そんでそんで、砂糖同じぐらい。リシャの方が高いな。だって体の位置が全然違うの。首短いって言いたいの。いや、全然違うよ。だってリュウちゃんの目の位置で姫の前髪ぐらいやで。姫さん苦手なんだよ。これ首こきを切るんですか。体をタッチやらんと。めっちゃ薄いこと言うやん。まあ、姫できやんねんけど。お抜きしようと思ったけど足りやんかった。俺コーヒーできたら顔長すぎる。首長すぎやろ。怖すぎるわ。どうすんのよ、俺が首めっちゃ長くなったら急に。首こんぐらいになったらどうする。やべ、もう見たかった。もう見たかった。首が来た。てかこれパーフェクトヒューマンすんだけだよ。頼んでは。パーフェクトヒューマンって何年前やし。知らん。古いんかな。2000年代はそんなに古くない。懐かしいぐらい。聞いてた。うん。生活。ゆみちゃん最近どうした？何かった？最近塾で連立方程式になった。できそう？でも今のところはまだめっちゃ多分簡単やで、りゅうちゃんからしたら。三 x。ちょっと待って。3x プラス 2y イコール20で y プラス、あ、ちょ、x 足す y は9。そのレベルにして。俺そんないっぺんに多くの情報処理できないから。これ。x イコール2、y イコール7。正解。あとは
235とちょっと数決まってないけど、うん、3桁の数の、うん、10と100の位を入れ替えるみたいなの差は絶対90の倍数になるみたいな、それを証明せよみたいな、351と153みたいな感じ。見について351は素数じゃないか。素数やったらどうした、テンションもらう、うん、ラッキー。最近よくあることなの。なんか歩いとるときにさ、うん、車の番号を見るやん、うん、3521番か、これ素数か、ね、この前なんか9521っていう数を見て、その時時間もあったから101ぐらいまで素数を当てはめてみたいんやけど割り切れへんから、うん、あ、これ素数やな、うん、のむちゃん、だってさ、100×100 って1万やん、うん、で、9521ってさ、うん、1万1回やん、うん、まあまあ、だから 100×100 までの間に、うん、まあ要するに100までに因数がなければ割れるやつがなければ多分こいつ素数やなみたいな考えて、100までやったら見事なかったからラッキーって、ラッキーなよ、素因数分解、素因数の因数ってそういうこと、うん、初めて知った。触ってんじゃねえ、行儀悪いと怒られるよ、みんなに。逆にさらうとすな、肩だけに。しょうもね。片付けないって何、ありがとうみたいな感じ。うん。もうひめちゃん本当にしょうもない肩やわ。しょうもない。ひめが味方やと思った。思い出したら言うね。こういう時ツッコミの相方なんやけどな。栄養成分表ってあるやん、うん、これの場合さ、エネルギーもタンパク質も脂質も炭水化物も糖類も全部ゼロやん、逆に何が入ってるの、水そもそもエネルギーって何やろ、そもそも胃腸炎って何やろ、そもそも日本って何、一体には化学エネルギーないの化学エネルギーって何、物質に含まれるエネルギーのこと、石油ってあるじゃん、石油って燃やすとさ、燃料になるじゃん、うん、それはさ、石油のエネルギーを燃やすことで取り出して活用してるからなんだよね、うん、でさ、うん、他にもさ、オルチェってあるやん、間違えた、違うね食べ物だって食べるじゃん、うん、体の中で消化されるじゃん、うん、でさ、うん、体の動かす燃料になるじゃん、だからどんなものでも取り出せるための燃料がある、うん、それを化学エネルギーっていう感じだったはず、知らんけど、いや、度数全然違ったん、度数全然違ったらみんなが全然違います、怖い、これも違ってたらもうやばい怖いっていうより恥ずかしすぎるやろなんかこんなダンスしてる人おらんかった、うん、変なやつあるんだけど大丈夫か、はい、1エネルギーはい、運動エネルギー、あ、はい、光エネルギー、こっちの方がいいか、 LED は光エネルギーや、 LED は電気エネルギーは、ドライヤーは運動エネルギーかな、じゅうちゃんは俺
運動エネルギーもあるし熱エネルギーもあるし、うん、元気もある。元気はないな。いや、ちょっとあるっちゃあるけど、うん、あるっちゃあるけど静電気、それは電気エネルギー。なんか静電気ってどっから来るんやろ。反対があるじゃん、うん、例えば俺の手とさ、うん、ペットボトルがあってさ、どっちかに電子の量が偏るやん、うん、偏ることがあるね、うん、で偏るってさ、うん、こっちに電子が多いわけやん今、うん、こっちの方に偏ってしまったら、で電子ってありすぎると戻ろうとするの、うん、その電子の少ないところに、うん、で近づけるやん、うん、すると電子がこの指先からさ、うん、のペットボトルに移動するんよ、うん、その時に電流が出るってわかる、うん、なるほど。どっちの方が衝撃弱い一本とこれ。そんじゃね、知らんけど、うん、なんかわからんこと話しておくと親戚さんが教えてくれるから、俺が間違っとっても訂正してもらえるし、タコ、うん、食べちゃうとさ泡出てくらん、うん、噛みすぎなんか知るけどさ、タコ、うん、食べてさ泡出てくれんか、うん、何言ってんの。え、どういうこと泡、うん、どういう感じ。途中途中飲み込んでる。食事中に言うかどうかちょっと迷ったけどさ、よだれの方じゃない。よだれか、唾液。唾液の方じゃないかな。知らなかったです。知らんけど。唾液に溶水器入れたらさ、うん、青紫になる？うんうんうん。全部ないの？うん。唾液は。うん。無理。うん。ブドウ糖じゃない、違う違う違う、うちにさ、うちに名前が出てくる。なんかさ、麦に砂糖の糖みたいな、で、あのビールとかに入ってる。バクバクが違うの、バクがは普通に麦と種や。大気じゃないっけな、なんか理科でやったの、塾。え、ビール、ビールって言えば酵母やけど、ビールとかに入ってるさ、麦って始まる、麦っていう感じが入る。生麦じゃあ、バクって呼ぶの。札幌麦金麦やんけ。すげえ。親戚ちゃん教えて誰か、なんか麦に砂糖の糖みたいなやつが理科で塾で習ったやつ、ビールか麦かなんかに入っとる成分、バクなんちゃらみたいな。いや、わからん、ほんまに。話しぶり的にアミラーゼじゃないやろうし。うわ、じゃあじゃあじゃあ、漢字で書ける、漢字で書ける。唾液の中に含まれるって言ったら消化酵素しか浮かばん。消化酵素。トリトリトン。トリトン。アミラーゼ。アミラーゼとさ、一瞬油で見てくる。油で。ブラヒムの気持ちがみたいに。弱まる。うん、生魚。なんだっけ、そこから覚えてないや。フレッシュフレッシュフレッシュ。今めっちゃ今発音してる。上がって下がって上がれちゃった。分からんよ、下がって上がる。あら、え、どんどん上がってくるよ。フレッシュフレッシュフレッシュ。え、そうじゃないの。そうじゃない。うん、サイトも音痴やから、うまい人が聞くとどっちも痛くるの。フレッシュフレッシュフレッシュ。フレッシュフレッシュ。伊藤麻子、伊藤麻子のなんちゃらかんちゃらみたいに出てる。うん、オープントッキングしてる。うんうん、ストンクリーム。誰やったっけ、あれしてたの。見たことあるけど、誰か誰かは知らん。桃太郎、強気がする。普通に桃太郎やった。ほんまや。サンティ。ここの動画臭すぎる。みたいな。サンティな。桃太郎様、大変失礼いたしました。そう、つけようつけて、そんなやったら変ですけど、伊藤麻子って言うんです。12月20日に本を出版することになりました。あれ、姫ちゃん残り90分したんだ。姫ちゃん遅いよ。待って、なんでソファーのカバーがこんなに乱れとんの。誰ソファーで暴れたんや。そうか。
大変オモのためになと残しちゃったり。いやいやいや、何を言うてますん。ね、オモになったあげようと思ったらおらんかった。お前がビジュアルとか。おもちゃん、ひめちゃん、最近その服しか着てなくない。どうせじゃあ、いいさ、半ズボンはこれしかないから。まあ、上の話、上をあれだ、最近週一で買い取る。週一で買えるの。え、週一ってそんなに広くない。え、肌に直接着とるやろ。うん、そうやのに週一なん。うん、強っ。別に肌弱くなるの。え、ちょちょちょ、なんか間にさ、シャツが着とるとかならわかるけどさ、直接くれる。直接です。あの、寝とる時もさ、寝汗かいとんの知っとる。うん、今日の時もなんなら汗かいちゃう。汗かいてきた。汗かいてるから、背中とかそうこれめちゃめちゃ。なあ、それやったらさ、一日ごとで買えないよ。いっぱい服あるやろ。でも最近はちょうどいい温度になってきたから、うん、そんなことないけど。そういえば昨日さ、寝ようと思ってちょっと寒かったから、ピッてエアコンつけたんよ。なんかしばらくしても全然寒いからさ、やけに寒いなと思ってみたら冷房つけたんよ。冷房の22度。すぎる。さらに寒くしてどうするの。めっちゃ寒いな。暖房ついてる。あれって思ってみたら冷房つけちゃった。ゆうちゃん、はい、こっちして。ジャイアン来た。山手線ゲーム。で、山手線ゲームでお互いの好きなところ。負けた方は罰ゲームね。え、そんなの秘めてるやん。はい、山手線ゲーム。イエーイ。お互いの好きなところ。絵がうまい。優しい。かわいい。チーズ。まじめ。見事もい。それだけがいい。スレッド大好き。なんだかんだ、お兄ちゃん思い。勉強教えてくれる。全く怒られない。あんまり怒らない。五等分だけはずっと好きでいる。違うね、長い間好きでおること。あ、一途な、結論一途な。物を大事にする。いろんなことに興味持つ。なんかいっぱいできる。俺はずるし。あー、ひめちゃん、ごめん、ちょっとひめが振りすぎた。あ、いろんな服が似合う。あ、おいしいよ。さっきすでにお寿司。そう、お寿司やん。じゃあ、罰ゲームで何か一つモノマネをしてください。ダメ。はい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしく。バイバイ。姫、早食べなよ。そうだよ、遅いよ。おまけ動画は姫の居残り給食やんか。ゆうちゃん、今から何すんの。寝る。ゆうちゃん、今から何すんの。練習。食べた。うん、はい、ちゃんとごちそうさましてよ。うん、はい。